い、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、こちらトレジャーログのですね、今回通信プレイをやってみようかなと思います。今までなんか通信プレイって絶対マッチングできなかったんですよ。まあやっぱり発売してね4年とか5年とか経ってるゲームなんで、まあそれはそうだなと思ってたんですが、 DLC によってなんとマッチング何回かできたんですよ。まあできたって言ってもやってないですよ、やってないですけど、なんかマッチングしましたって、あ、できるんだと思って戻ったんですけど、それできるということでちょっとやってみようかなと。参加でいいかな、参加。で、ルビーで行きたい。ルビーで、これでいいかな。はい。さあ、どうだ。あー、見つからない。いや、でもね、何回かやると、見つかると思う。その、さっきっていうか、昨日もやって、今日も、なんかマッチングしたので、何回かやればいける。大丈夫、信じろ。いや、でもここじゃなかったんだよ、ステージが。なんか別のステージのとこでやったから、ここだとマッチングしないかな。それか、あー、もうあれか、もう厳しいか。もう人が、もう結構経ったもんね、DLC 経ってから。もうみんな終わっちゃったかもしれない。あー。いやー、ダメだ。マッチングしない。いや、新世界じゃなければいます。数人いるんですけど、残念ながらちょっと新世界編はね、あ、でも、見て、ほら、今僕が今のところここ入ってるから、もしかしたら来るかも。頼む、誰か来てくれ。ちょ、待ってみるか、ここで。ちょっとここで待ってみましょう。とりあえず、ま、海図とかやっといて。今、左上にね、あそこになんか、マークがあると思うんだけど。それで、とりあえず待ち続ければ、もしかしたら来てくれるかもしれない。信じろ。来てくれるかもしれないぞ、他の人が。いや、でもね、結構ね、やってる人はいるから、プレイ自体。どこでもってやったら結構出てきたのよ。だから、全然来る可能性はあると思う。どこでもで指定した人が、あ、これやってるじゃん、みたいな感じで。待つか？でも行くか、もうこれ。行きますか。シャンクス！ダメか、行くか。行きます。出陣！私一人、まあ、CPU もいるけどね、 CPU と、僕だけでちょっと行くしかありません。では行きましょう、よろしくお願いします。ここはめっちゃ最強のシャンクスが出るところですね。シャンクスとほら、あ、エース白ひげね。で、すごい強いシャンクス来るっけ、これ来るよね。白ひげと、そうだね、4校全員来るはずだから、シャンクスも最終的に戦います。まずは白ひげ海賊団、その後に赤髪海賊団来るよ。危ない、痛い、ちょっと変身するか、変身させていただくぜ。さあ、ニカだ。ちょっとニカ VS、 いいね、ニカ VS シャンクスやりたいぞ、早く。さあ、そして今回この構成のおかげで、もうほとんどずっとニカになれるっていう状態かな、おそらくこの感じは。さあ、そしてスキルが溜まったので、おい白ひげ、俺と勝負しろ。さあ、これ当たりやすいんじゃない。はい、ああ、強いね、君防御力が強いね。よし、守備に専念。じゃあやらさせていただくぜ。あ、そっか、これ縄張り統一系だったっけ、これ確か。あ、そうだね、縄張り系だったわ。はい、雷。でも今回はちゃんと他にもプレイヤー、まあ、CPU だけどプレイヤーもいてくれるからね。しかもね、この CPU のプレイヤーは普通の CPU と比べてかなり優秀なCPU だからね。いや、これ早くちょっとシャンクスと戦いたい。いや、でもそっか、これ他の人と一緒にやってたら、もしかしたらシャンクスと戦う前にもうシャンクスやられちゃう可能性あったから、まあよかったかな。雷、オッケー、センキュー。さあ、次ここ縄張り解放したので、で今度は、お、工作員、悪いが俺は移動は早いぜ、すごい早いぜ。いきます。これとりあえず工作兵は倒しとかないと。わお、すげえ体力減るね。はい、オッケー。そうしとかないと多分結構後々厄介になるから。うわー、ビッグマムだ。今度はビッグマムといったところか。いや、これはフィルムレッドの技をぶち当てたいな。多分かなりのダメージ与えられるんじゃないか、これ。いや、いいぞいいぞ。で、さらに雷ポンポーン、よし、オッケー。で、ジャックビッグマムとか、もうこんなのもうフィルムレッドの技の餌食じゃん。痛い、待って、これね、ここでこれいいんじゃない、これかなり食らうぞ。タライトしろ。うおー、強い。痛いね、痛い。
雷だね。とりあえずまずシャンクじゃない、ジャック倒そう。ジャック倒せ、いや違うんだよ、こっちじゃない。まあいいや、とりあえず打っとくか。ジャックできれば、あ、どこ向こうか。ちょっと待って、急げ。あれ倒して、任せろ、大丈夫。背面倒すわ、大丈夫。もうすぐ倒せるんで、雷、いいぞ、こうしといて、で最後雷でとどめ。オッケー、倒したで、いや一旦止まっただけか。よし、じゃあちょっと今から走れ。よし来た、よいしょ。でここで、あー、これ当たんないかな。工作員にちょっとスキル打つのありかなと思って。だけど、あ、打っちゃった。まあいいや。はい。よし、もう一回。オッケー。倒した。次は？次誰？あっち行くか。上。うわ、まだ来た。なや、海賊隊長、工作員を狙う。いや、大丈夫、やってくれるでしょ。他の人がやってくれるさ。何？四個連合増援、あーはー、どうですか。あれ、これ誰だ、これ。え、なにこれ、え、なんか変わったしよ、今スタート、え、なんか、え、あ、え、これ、あ、 CPU だと止めれないのこれ。え、止めれるよね、え、止めれない。あ、でもカイドウが来た。カイドウ先生が来てくれたぞ。あ、てかあれだ、2巻になんないと、2巻になって戦わないといけない体になっちまったが、船着き場に来た。守備のため出現、まあいいでしょう。とりあえず、いやー、これもう早々2巻になった方が良かったかな。まあでもちょっとたまには2巻じゃない、大丈夫か、これ大丈夫か、守、大丈夫ね、他の、大丈夫、 CPU が守ってくれる、 CPU 先生が守ってくれるさ。で工作兵はちょっと2巻でいきますか。いや、待てだったらもうスキルでいこう、スキルで倒そう。 OK、 さあこれで大丈夫か。いや、これ2番ちょっと助けに行くか、あれ、ちょっと行こう、じゃあちょっと2巻に変身して走って、ちょっと2番の家族隊長たち全員あれいっぱい倒します。さあ行くぞ、走れ、何でも好きな風できるんだぞ、行け。これ全体攻撃で行こうか、よし、 OK、 こうして、いや、ちょっとばらけちゃうと嫌なんだよな、い、雷、ほう、 OK、 で、こうして、あー、バジラングガンの方が良かったかな、今のは。これ当たるか、当たってくれよ。そんなに当たらなかった、さらにバジラングガン行こう。バジラングガンでここで工作をして、工作した方があれだよね、縄張りを取れるもんね。よし、オッケー、センキュー。そして、あ、工作、やばい、工作がやられる。危ねえ、やられかけてたじゃん。危ない、何してんだ。ほら、雷。よし、倒した。ね、守備のため出現。あれはどうする、あれ無視といていいのかな。よし、オッケー。で、おい、家族隊長、何してんだ、お前、何してんだ、敵がどこにいるか、ちょっと、まだ分からん。ダメ、この海賊隊長、硬いな。じゃあ、消えな。よし、OK。何、各地にだと、それは困る。どうしよう、とりあえず、ここ行くか。まず、ここ行って、これ、結構そうね。前さ、なんだっけ、青龍カイドでやったんだよな、確かこれはね。ここは青龍カイドでやったから、なんか結構簡単だったんだけど、これ普通にやると結構大変なやつだと思うんだよ。え、逃げた、え、逃げてないね。おい、倒してんだ、とりあえずこれ倒しといて、工作兵がまた来た。あ、でも工作兵ここに来たんだったら OK。よし、これで一気に、行くぞ、大噴火みたいな。大噴火みたいな感じになっちゃってますよ。大丈夫ですか。いや、ニカ使ってて楽しいなぁ。あ、ジャックがシャボンディパークに登場と。ジャックくん、ちょっと待っててね、今行くわ。で、ちょ、これが見えない、なんか見れないんだけど、あれ見れてたよね、今まで絶対。まずいね。ちょっと待って。え、ビッグマムシャボンディパークにね。あ、じゃあ戦いましょう。はい、どうもビッグマムさん。これ定期的に絶対現れるんだっけ。さあ、攻撃力2倍、まーん、ほらー、痛いんじゃないこれは。さらにバージョン、ああ、そうなの、思ったより食らってないでござるよ。攻撃力2倍のはずなんですけどね、おかしいですね。ほら、白ひげ、やばい、なんかどんどん来てる、みんなどんどん来てるぞ、倒してくれ、頼む。あれ、CPU ってこんなに、あれ、なんか、戦ってくれなかったっけ。まずいな、これは。エース、海軍基地に再度出現。これそうなんだよ、なんか、縄張り解放しないと結局なんかまた再出撃されるんだよね。だからなるべくちょっと縄張りをガンガン取りに行かないといけないんだけど、どうしようかな。まずとりあえずちょっとマム倒してから、そっからちょっと縄張り取りに行こう。真ん中があれなんだよね。あー、また来たー、工作員が来たぞー。
縄張り取ってまた工作員で取られるんだよな。リーダーオッケー、リーダー倒せ、リーダー倒しといて、いいぞいいぞいいぞ、ほら、ま、待ってろよ。ちょっと工作員に近づきつつ、工作兵に近づきつつリーダーを倒す。で縄張りを取る、オッケー、縄張り取った、取ったよね。何片栗、ちょっと待って、今工作兵、ちょっと 今さ工作兵ってやってるところだから、片栗くん今は僕君と戦ってる今はないんだよ。どうせまた来るでしょ君。じゃあね、ごめん、バイバイ。痛い痛い痛い、ああ戻っちゃった、すいません、さよなら、ごめん、もう来ないで片栗くん。今はそれどころじゃない、うわー、めっちゃいる、どうしよう、助けて、痛い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 、待って待って、まずこれ僕ニカじゃないと、ニカじゃないとまずいんです、体力回復する術がないんです。ちょっと待って、ここはスキルでとりあえず工作兵を倒しとこう。それを倒さないと始まらない。ほらー、誰かプレイヤー、他にプレイヤー来てくれ、頼む、悟空来てくれ、CPU だけでは俺は止めらんねえ、俺はここを止めることができない、まずいよ、これ一生終わらないんじゃない、これ大丈夫、縄張り取れないよ、どうしよう、わあ、カイドウ君も来た、縄張りを取らせてくれ。でも縄張り取ってもまたなんか俺工作兵がガンガン来るからさ、どうしよう、 CPU さんお願いします、いっぱい倒しちゃって、これ何が何だか分け、痛いということだけ分かる、何が起こってるか分からないが、とりあえず痛いということだけは分かったから、ジャックを絶対お前倒す、ジャック、俺はお前を許さない。もう二度と現れないでくれ。どうせ再出撃してくるだろうがな。いけ！よし、オッケー。とりあえずバジラングが倒した。もう、どんだけ復活してこないまで倒すかどうか悩むな、これ。オッケー、倒した。あー、きつかった。次。じゃあ、どこ行こうか。縄張り。お、連合縄張り全滅。オッケー。で、ジャブラを倒して、で、市街地の取ろうかな。市街地をじゃあちょっと、これ、取っちゃいましょう。あ、でも真ん中またいるよ、あれ、もう。またいますよ、お兄さん。ちょっと。いやー、また連合来たし。いや、これさ、ジャブラをこっちにおびき寄せて、ついでに工作兵倒そう。こっちに。こっちじゃない。もう雷、あ、でもリーダーいるわ。リーダーいれば、リーダー一瞬倒せばいける。で、まださすがに工作兵しばらく大丈夫でしょ。こんな簡単に取られないと思うから、ここでリーダー倒して、縄張りをいただくと。あれ？まだ倒せない？まだ倒せない？あれ？ルビーも来たぞ！ちょっと待って、ルビーも来ちまった！なんでルビーも来てんだ？ちょ、リーダーどこ行った？リーダー。あれ？リーダーいたよね？よし、オッケー。ちょ、待って、走れ。やばい！これ工作兵どこだ？工作兵。ん？工作兵どこ？いた。工作兵は？え、あ、どこだよ。とりあえずフィルムレッドの技打って、終わらん、これ終わらん、ちょ、工作兵、痛い、工作兵いたぞ、今。しばらくいるとこれさ、工作兵がしばらくいると、縄張り取られちゃうのよ。だから、早めに倒すと、オッケー、なんかパビーンっていたから、多分、工作兵倒した。あー、まだいるじゃん、奥に工作兵って見えたぞ、ふざけるな、ちょっと、4工さん出すぎだわ、あなたたち。ちょっと、いなくなってもろて、いいですか？白いグ君、君じゃない、白いグ君、あ、オッケー、でも倒したっぽいな、オッケー。で、これ、どうせまたあれでしょ？いくらでも復活してくるでしょ、君たち。うわー、縄張り取られたー、うん、終わらなーい、くそ。誰か助けて、この動画、2時間ぐらいになってたらごめん。この動画、2時間になってるかもしれん。マジで終わらん。ほら、また来たじゃん、また来たじゃないか。待って、3体ぐらい来てないこれ。え、やば、え、他のプレイヤーはいるけど、あれ、番号、あ、そこにいんのか。取ってくれ、頼む、いっぱい倒して。そうか、これ、麦わら海賊団が来たのか。いや、あ、でもそうか、そういうことか。え、麦わら海賊団が来たってことね。バギーもいるもんね。え、バギーも来た。これってさ、あれ、これ4個ってさ、あれ、ちょっと待って、これアップデート入ってる、あれ、バギー今4校で出てたよね、今バギーいたよね、さっきね。これミッションの仕様がこれ変わったのよ。ボタン押すとさ、ほらこんな感じになっちゃったの、ほらこれ、こういうのになったの。だからこれ、あれ、4校大集合のとこにさ、ルビーとさ、前いなかったよね、バギー。ほらバギー、あれ前のステージいなかった、アップデート、これもしかしたらダウンロードでアップデート来て、え、なんか難しくなった、え、どうなの、
だからあれ真のさ海賊武装の時もさなんかめっちゃ難しかったのかな、あのオール10なんかレベル18、18、18、18だったら今まで結構簡単だったのがなぜかクリアできなくて、あれみたいな、やっぱりあのカイドウでやってたからかなみたいな感じで思ったんだけど、でもウソップでもクリアしてたしなみたいな感じで思ってたんだけど、それじゃなくてやっぱりトレジャーログ自体ももしかしたらなんか仕様変わったかもしれん。いやでもごめん、 前から結局バギーいたらごめんね、結局あのいや バギー前からいましたよみたいな、そんな感じだったら申し訳ないんだけど、なんかそんな感じじゃない気がするよ。麦わら海賊団いたっけ、なんか本当にザなんか4校だけみたいな感じだった気がするんだが、なんかんやばい、ちょっとよかったら知ってる人いたらっていうか、あのよかったら教えてください、アップデート前の、まあ動画見ればいいんだけど、昔の動画見ればいいんだけど、とりあえずちょっとシャンクスと、ちょっとシャンクスしばけに行っていい、いやでもなんか言ってんだあれ、ブルックらをぶっ飛ばせ、ちょ走ろう走ろう、とりあえずでもシャンクス倒したいな、シャンクスとちょっと倒しに行っていい、あそこの縄張り、ちょっと4番イワンコフを助けるという意味でも、おい大丈夫かイワンコフ、あその前にちょっと君なんかミッションだから倒すとくわ、はい、さあフェルブラッドの技で、いやでも一撃じゃこれ倒せなさそうだな、うん、まあこんなもんか、急げ急げ、とりあえずシャンクスを、あーしまった、スキルちょっと使いすぎか、あれ来てるね来てるね、ブルックあそこからブルックをなんか止めろみたいな感じで書いてあるから、いやでもさっきシャンクスと戦いたいんだよね、シャンクスー、シャンくん、どうもシャンくんこんにちは、でもその前にちょっとリーダー倒しとけばシャンクス多分復活しないわ、ここのリーダー、ここのリーダーを倒しとこう、なんか2人いないリーダー、あれなんか2人いる気がするんだが、まあ、とりあえず倒しといて、ここ倒しとく、オッケー、これこのリーダーを倒せば、あれまだ倒せない、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 あいたいた、なんか瀕死のリーダー、瀕死のリーダー、あれまだまあれリーダーリーダーあれどうだ、あれあれリーダーがいない、リーダーがいない、リーダーがいない、あれ倒したかな、いやーもうちょっとあれ無理、これいつになったら終わりますかぶっ飛ばせません、ルビーなんかまた来たよ、ルビーが、ルビー君がまた来てる、おいシャンクスお前ちょっとなんとかしろシャンクス頼むから、ちょっとあのさこの戦争終わらせに来た、終わらせてこれいつ終わるのかな、おーしオッケー、さ一気に撃破できた、これは大きいぞ、一気に撃破できたが、くそー、なんとかしないと、これまたルビーが来てんだよ、いやでもこれでリーダー来た、じゃリーダー倒せば、ここのリーダーどこ、リーダーどこだ、リーダーどこだよ、リーダーいなくない、リーダー、おいリーダー、えリーダーどこ、本当にリーダーがほら、ちょ待って、さあ2倍にしたい、2倍にして、で雷ポーンで、であれ絶対取られるでしょ、もう縄張り、あと何個取ればいい、3つか、いや4箇所取らないといけないらしいですよ、大変ですね、おおルビー、おおルビー、くそ、あれ今ネカ解けたか、時間切れか、ちょっとスキル打って、いやでもだいぶちょっと、あでも上があれだな、上がまずい、あリーダー出てきちゃった、リーダーが出てきちゃったから、これあそこ上取られそうだね、あー取られた、どうすればいいんだ、とりあえず縄張り取った、真ん中、いやもう下から行こう、もううわもういいよもうこっち行こう、とりあえずここの海軍基地の縄張りを取って、取れたらだけどね、あー来た来た、あーちょうどいいじゃん、じゃあちょっとエース倒して、でここの縄張りも取らせていただく、もうサイドどんだけ出現するんですか、もういいじゃないですか、もうやられてください、もういいです、もういいの、エース君はもう休んでて、一回ちょっと一回お休み、はいお休みです、いやーあーオッケー、工作員ぞ、でもあれ助けないといけないんじゃなかったっけ、あれ工作員、じゃあちょっと2巻になって、でもエース倒してからがいいな、あーでも工作、あーナイス、ティーチいいぞ、ティーチは素晴らしい、これでちょっと縄張り取ってくれると助かるから、工作員を狙う海賊隊長たちが来た、でも結構なんかしばらく頑張ってくれてたからまだちょっといいわ、ちょっと一回ここのあの縄張り取ってからで、うわーなんで来てんだー、もう白いがもう3回目アンガールズになっちゃうから3回目クソまずい、いやー工作員を助けるべき、いやまだ耐えて大丈夫、俺の工作員は頑張ってくれるはずだ、絶対耐えてくれる、雷どうですか、いやまずいですね攻撃力2倍マンいるかな、これやっぱりないとやばいか、
とりあえず雷打ってで、フィルムレッドの技が多分一番強いからこれで、これとあとバジラングガンで一気に白ひげぶっ倒せないか、これワンチャン連続連続連続バジラングガン、あーあーどんどん来てるよー、まずい、あれあれそのまま死んじゃう、あでも2番のオッケー、ティーチさんがティーチさんが助けに来てくれたぞ、危ない危ない、急いで急いで、ここで雷雷で倒せ、よーし倒した、縄張り取った、でここから走ろう、走って、うおーキューン走れー、あ動けない、ここだ、大丈夫か、工作兵、工作兵も多分ボロボロじゃないかな、多分大丈夫だったし、あティーチ強いじゃん、あすごいっす、えあやられた、あやられた、うわーまた来たのかシャンクス、いやーこれ援護したい、援護したいんだけど、ちょシャンクス今ここほっかっとくと、どうせ縄張りどうせなんか取られそうな気がするから、ここはとりあえずシャンクスは倒しとこう、で攻撃力2倍のなんか今アイテムあった気がするんだけど、ちょっと一回解除して、あれどっかに今なんかさっきなかったない、ないやあったと思うんだけど、どっかにある、どっかにある、とりあえずバージュラングガン決めて、わあとで、あーまた来てる、クソ工作兵が来てるぞ、取られる、取られちゃうよ、シャンクスお前はどっか行ってくれ、どうしよう、あーシャンクス頭がおかしくなった、ルフィルフィ大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫じゃないんだ、早くどっか行ってくれ、ほらまだやらない、強いな、さすがシャンクス、でもリーダーを倒したぞ、これ地味に、あでもまだ倒せないか、オッケーオッケー、でもこのシャンクスとちょっとずつでも縄張りは取れつつある、でここのリーダーを取ればオッケーオッケーオッケー、なんとかで工作兵、工作兵はあれなんとかしないといけないんだ、でここでリーダーを倒して、よしオッケー、ちょっとずつ取れてる、ちょっとずつ取れてる、ちょっとずつ取れてるが、この工作兵を倒して、おい何やってんだ、よしこれで一気に倒せ、これでどうだ、倒せんかな、いけセイ、よし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 、で そしてとどめの雷、よしよし工作兵倒した、で次4番行こうか、4番で、4番、いや4番はなんか工作兵がなんちゃらかんちゃらって言ってたけど、いやでも無視、一回ここあー解除されちゃった、一番右下行ってほしいな、さあとりあえずロケットマンで移動がすごい速くなってるので、ほらいいぞ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 、でももうちょっとで、おーすごいじゃんイワンコフ、頑張ってる頑張ってる、いいじゃない、イワンコフ、んここジョズってことは誰だ、ジョニキってことはルフィ、あ白いやつだよね、とりあえず、白ひげもういないよなと思って、あれジョズ白ひげ海賊団だよなと思って、一瞬ちょっと焦ったけど、あいないのね、ルビーね、あオッケー、リーダー来たぞ、そしてなんだルビーまた来たのか、君は何体これは気がするというのかね、もう許さないぞ、もうどっか行っちゃえ、どっか行っちゃえ、あでも縄張り解放してるから、そっか、どんどん白ひげ海賊団も出てこないんだ、だからまあ僕は何回もこのすぐに解放しなかったから、まあこんな感じでいっぱいなんか復活させちゃったってだけだからね、もうだいぶもうこれで終わりが見えてきたぞ、オッケー撃破して縄張りも取ったので、これでもうルフィも、出てこないと、でこれねちょっと待てよ、ここで一回あえてこれちょっと二冠になってから、二冠になって移動しよう、でああ来たー、やっぱりそうだよな、急げ急げ、もうこれ左にパッて行こう、オッケー任せろ任せろ、大丈夫この移動スピードだったらいける、任しとけ、ほらー走れー二冠、はいえー、これもっとあれだよな、魂の海図で体力上げればもっともっとはずっとなんか飛べるんだよな、動画見たんだよ、すごいずっとさなんか飛べて、わ楽しそうだなと思って、あ連合縄張り残り一つ、オッケー、とりあえずこの縄張りをここを解放しないとあれだよね、確かカイドウがなんか来るんだったかな、ここはよしオッケー、まあもう4個がもう再度復活することはほとんどないから、あとはゆっくり行けば大丈夫だ、わかんないけどね、大塚明夫さん、そうな、よし行くぞ、さあ工作兵撃破して、であとはここを縄張りを、あーでも来てるね、工作兵も来てる、いやその前に私が任せた場合、私がその前に、あでもこれあれか、海賊来るか、あーそうだね、援護せよ、まあじゃあこのここに任せるか、まあでもいいや、ここら辺でとりあえず、はいよし、さあこれ減るよね、ちゃんと敵倒せば、オッケー減る減る、まあ僕がこれ普通に倒してもいいし、よーよかったこれ、うわー来たー、まあいいや、工作兵に任せよう、じゃあ僕、じゃあちょっと行きまーす、倒す、助けるわ、おい工作兵大丈夫か、なにエースが来た、またエースが、ここはあれか白ひげか、ここは白ひげ海賊団の復活地点なんだね、
じゃあ白ひげと、シャンクス、こうお前も来るんかーい。なんで来るねん、何回目やねん、もうええやないかーい。もういいじゃないか、いいじゃないか、シャンクス、お前はもう出てきます、もういらない。とりあえずエース倒して、よし。キットはちょっとやばい、ってかイワンコフがそろそろまずいな、体力これまずいですね。また来た、大丈夫、まあまあ僕がとりあえず守ってれば大丈夫だと思うので、雷ポーンからのそのまま連続で、もうどんどん行こう、どんどんスキル使っていこう。でここら辺も全部やばい、工作兵がいるぞー。また工作兵が来ちゃったよ。あれちょっと誰か行ってくれ、3番工作兵行ってくれ、頼む。まずいまずい、あ、オッケーオッケー、そう、キットナイス、行ってくれ、なんとか、抑えてくれ、倒さなくていいから、抑えてくれればいいのかな。よし、オッケー、で、工作へ行ってくれ。あー、また来ちゃったよ、白ひげが。いや、俺はこっから、ごめん、出られない。いや、あれ、防ぎに、キットなら行ってくれるはずだ、大丈夫、俺は信じてる、キット。味方を信じるぜ。え？あ、到達するから勝ちらしいです。わーい、わーい、わーい。やったー。俺はね、そうだったわ。なんかすごい大変だったのを思い出した。てか、シャンクスに。シャンクス何回倒した？ 3 回ぐらい。この黒いでかっこいいよな。よく戦った。野郎ども。なんか衣装で黒いでこれ変えれるんだよね、この衣装に。ちょっと今度この黒いでやってみようかな。はい、というわけで、4500。あ、でもクリアタイム S だわ。まだ、じゃあ、早い方っちゃ早い方なんだね、やっぱり。その、ニカの移動っていうのがかなり大きかったんだろうけど。よし、あ、しかも D のものコインは嬉しい。よーし。というわけで、今回はこの辺りで終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。